ちょっと割ってみましょうかね。あ、すごい、肉汁やばいですね。ほら見てください、これ。はい、じゃあ入っていこうと思いまーす。すいません、こんばんは、お邪魔しまーす。こんにちは、ブレブレリンリンです。西東京エリアを食べ尽くすということで、店舗突撃型グルメ、本日はですね、東京都の八王子市にあるお店にやってきました。こちらのお店が、はじめさんなんですけれども、3年ぐらいやってるお店になります。オーナーさんが一人でやってらっしゃるんですけれども、なんか T シャツとかもね、作ったんですか、その T シャツは。あ、作ったんですか。これは、ね、著作権引っかかんないの。あ、どうなんだろう。あ、でもこれ、あの、降りてるんで。はあ。あ、あ、降りてる。ちょっと、あ、ちょっと違うやつですね。一を、はい、一を。あ、あー、ナイキを、はじめさんの一を。そうです、一ってことです。あ、すごい、すごいですね。はい、こちらオーナーのはじめさんです。お願いします。すいません、ありがとうございます。とっても気さくでいい方なので、なんかお一人でもね、ここ来店しやすいと思いますよ。カウンターもありますし、結構女性のお客様なんかも常連さんが多くて、はい、和める和とフレンチの融合のお店になっております。すごいですね、こだわりが。私何回か来店させていただいたんですけれども、なんかすごい美味しい料理が多かったので、今回こちらにやってきました。はい、ということでですね、あの1品目頼んでみました。本日のおすすめ料理にある、トウモロコシのムースとコンソメゼリー、生ウニを乗せて、こちらすごく綺麗なお料理となっております。ウニがね、苦手なんですよ。前回の動画で多分言ったと思うんですけど、ウニが苦手なんですが、あのウニがっつり乗ってます。で、あの、まあ、おすすめって言われたんで、ちょっと食べてみようかなと思って、本日は挑戦してみようと思います。はい、トウモロコシなんです。あ、はい、ありがとうございます。ウニ食べれるかな。あー、すごい、うん、綺麗ですね。なんか白っぽいのと、そうですね、オレンジのコントラストがいいですね。いただきます。これなんですけど、このムースのところ、トウモロコシになってますね。なんだろう、じゃがいもみたいな、なんかほっくりしたようなトウモロコシの味がして、で少しね、甘みがありますね。トウモロコシの甘みですかね。うん、だけどなんかそのくどくなくて、甘さもすごいすっきり食べられるムースで、それにあのちょっと薄味のコンソメゼリー乗ってて、すごい美味しいですね。まあ、ウニアクセントに、その一緒に食べてみましたけど、まあ、大丈夫でした。あの、なんで和とフレンチの融合にしたんですか、こちら。そうですね、僕も和食がメインでやってたんですけど、ちょっとあの30歳ぐらいで海外に行って、お
でちょっとまあフランス料理とかを学んで、はい、あまあ素晴らしいなと思って、でそうフランス料理をこう取り入れてって感じ。あ、和食をやってたから、はい、それとうまくできないかなっていうことで。そうですね、あ、はい、本格的ですね。じゃあね、そうですね、まあ、うちはマカロンとかも手作りでやってるんで、はい、美味しかったです。はい、はい、なんか今度そうなんか絶対来たら頼もうと思ってて、また、はい、ぜひぜひ今日最後にマカロン頼みたいと思います。ありがとうございます。はい、これカルパッチョですね。結構あのうちのメインカルパッチョ、ニンニクのいい香りしますね。うん、結構珍しい 和風のカルパッチョですね。ああ、いやー美味しそう。ニンニクが、はい、乗ってますね。ネギとニンニク乗ってます。焦がしニンニク、焦がしニンニクソースみたいな、うん、あ、これ美味しい、すごい、うん、ありがとうございます。普通はなんかレモンとか、はい、そっち系なんですけど、カルパッチョ、まあちょっと醤油ベースで、あー、そうですよね、な感じに仕上げてね。いや本当に、うん、なんか多分他のカルパッチョ食べた時に物足りなくなりそう。これ食べたら結構人気ありますよ。いやいいですね。なんかね、ニンニクそれがすごいカリカリしてて、まあ、食感もいいですね。で、マダイはすごい柔らかい。あとネギはなんか細切りにしてあるので、なんかもう辛くないですし、味を邪魔しない感じで、なんか本当に変わった和風のカルパッチョっていう感じですね。これすごくおすすめになります。マダイうまいです。おいしい。はい、お店のメニューになります。で、お酒もいろんなのありますね。はい、やっぱりフレンチっていうことでね、まあ和の要素もありますけど、飲み物はこういったワインも結構取り揃えてあります。おしもり、おー来ました。見て、ちょっといいですか。おーすごい、ごし盛り豪華ですね。自家製ソーセージと自家製ベーコンで、はい、合鴨つくねと、これローストビーフ、うんうんうん、これはあの本来牛ハラミなんですけど、今日は子羊。アイガモのつくね、ちょっと割ってみましょうかね。あ、すごい、肉汁やばいですね。ほら見てください、これわーすごい。子羊のランプ肉、自家製ベーコンの炙り、これやばいんですけど、はい、この肉料理を頼んだんですけど、この盛り合わせですね。で、これ三種盛りと五種盛りっていうのがあって、この四角の中のお肉から選べるみたいです。で、あの日によってもちょっと変わったりとかもする時もあって、はい、その時によって違うものもしかしたら食べられるかもしれないので、まあ、そういうのもまた楽しみですよね。で、なんか思ったよりすっごい本格的ななんか豪華なのが出てきて、うん、ちょっと正直びっくりしました。うまっ。つくねはね、ほんとすごい、なんかもう
割った瞬間に肉汁がパーって出てきて、なんかすごくジューシー、うん、ふっくらしてるし、全然硬くないです。女性の方本当多いですよね。あ、そうですね。うん、毎回いらっしゃる気がします。え、でも厚切りなのにすごい柔らかい。まあ、中心温度とかそういうのをこう測りながらこう調べて、まあ、低温でローストしていく感じですね。あー、自家製が多いですね、結構。そうですね、全部自分で加工してるんで。ね、すごいですね。ソーセージとかはびっくりしたんですけど、なんか普通のと違いますよね。普通ってなんかもっと、なんて言うんだろう、ギチギチになってるっていうか。そうですね、クラッシュアイスとかそういうの混ぜながら、もう、ソーセージ自体が温度が上がると詰めれなくなるんで、うん、だからそういう部分でこう水分量が多くなってジューシーには仕上がるんですよね。だからお肉自体は柔らかく、あまり肉肉しくはならずに、うん、こうジューシーに仕上がるんですよ。なんかつくねみたいな、そうですね、こう食感だったから、はい、料理盛り合わせ5種盛りマジでおすすめです。本当に美味しかった。っていうか、なんか普通なんかね1個ぐらいね、あんま美味しくないのあってもしょうがないなって思うんですけど、全部美味しかった。うん、いや美味しかったです本当に。凝った料理が多いお店ですね。コーヒーと自家製マカロンになります。前回これを食べたんですけど、すごい美味しかったですよね。はい、ということで、今回は東京都の八王子市にある、JR 八王子駅から徒歩10分ぐらいのところにあるこちらの、春美食はじめさん、漢字の1ではじめって読みます。はい、でこちらは本当気さくなオーナーさんがやってらっしゃるお店で、もうとってもね料理がもうとにかく全部美味しかった、うん、まだまだ食べてない料理もあるんですけど、まあ、何回か来店してなんかちょっと外れたなって思うような料理がなかったので、はい、で一個一個がすごい凝ってるんですよね。で私が結構感動したのが、前にねちょっと今日は頼んでないんですけど、まあ、牛ハラミのお肉を頼んだ時に、まあ、付け合わせでねついてくるポテトとかが美味しかったんですよ。だからそういう細かいところにすごい気を配ってるっていうので、まあ、そこもすごい評価が高いですね。はい、ということで、ぜひぜひですね、まあ、概要欄の方に住所と電話番号を貼っておきますので、よかったらですね、お近くの方、また遠方の方も八王子来られた際は、動画これで終わりです、よろしければチャンネル登録お願いします。で私は我慢してたお酒を今から飲みます。顔赤くなっちゃうんで我慢してました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。